レディーゴー。三重県津市の榊原町ってところかな、うん、大昔伊勢の国って三重が呼ばれてた時ぐらいから続いてる湧き出てる温泉で、大きい資本を持った大きな旅館とかホテルだけが 2,3 軒ぐらいしか空いてなくて、うん、それ以外はもうほとんど廃墟とか走るらしくて、榊原温泉、どんな温泉が待ち受けているのか見てみたいと思います。はい、というわけで着きました。こちら榊原温泉郷、こう看板からもちょっと風情を感じるな、うん、でも大田舎じゃ、もうほんまに大田舎、大田舎じゃこれ、マジで大田舎。もうちょっとこれ見て、大陸時代かこの髪型にされんの説明ないでしょ。ここで着るなんてアフリカで着るそれはですよ、川八って読むんかな、うん、ここも通行止めになってるってことは営業してるわ、うん、あの廃墟やな完全に。うわ、中すごいことなってるわ。何、うわ、枯れ葉わらみたいな、うん、なんでここにこれ入れた、なあ、うなぎ丼とかつまぶしとか食べれたりとか、懐石料理、この入浴だけでもどうぞっていうのがなんか哀愁を感じるな。うわ、ゆっくりできるスポットやったんやな、うん、ほら、めちゃくちゃほら風情があるな。おお大事故起きるとこやったね。この辺もそうやわ、完全にも廃墟群とかしてるわ、うん、ほら大資本を持ってやっぱ旅館は空いとんね、うん、この2つ旅館清少納言、うん、もうまんまやな、まんますごないこの2つは有名で日帰りでも行けん、来れんのかな、うん、廃墟の温泉街特有の、うん、月日が経って自然が覆い尽くすと、うん、すごいな、綺麗なぁ、あ、この辺もがっつりやな、うん、恥かそう。ここ2012年頃に廃業したみたいやわ、建物自体立派やな、うん、あ、ここもがっつり廃墟化した大きい建物ですな、うん、あ、これもう階段がもう落ちて持ってるわ、ほんま危な、危ない状態になってるわ、このまんま残ってる状態やな、ちょっとここ覗いてみて、外からこう誰かおる、うん、あー、2人ぐらいいるっすね、2人ぐらいおる、うん、あ、こんにちは、うん、挨拶してくれたね、友達やめるわ裏見てみよう、うん、この橋から、うわー、大自然と共にあんねんな、うん、うわー、これ全部廃墟やで、うん、この敷地すごいな、でもこれどんどん自然がもう追い尽くしていきそうやな、うん、すごい眺めやなこれ、見たい、うん、今回の榊原温泉のクライマックスの廃墟群、うん、旅館、こちら白雲荘で、頂点もこう綺麗けど、綺麗ですね、まあ、ガラスとかめちゃめちゃ割れてるけど、うん、この辺からにしよう、中は入られへんからな、結構でかいよ、奥もあるもんな、ここ Google マップで中もちょっと見れるみたいやから、ちょっと中の映像をご覧ください、どうぞ。で、この奥にもスパみたいなのがあるみたいやね、うん、そこも廃墟化しちゃったスパみたいやねんけど、ちょっとそこも覗いてみようか、うん、え？何？え？怖いって、扉開いてるし、いや、扉開いてるとかの事件じゃないっすよ、ガラスというガラスがない、怖い、怖いね、ほんまにどないやったら怖いね、あ、ほんまや、スパって書いてる、うん、ここやな、全然ないな、うん、なんかアパートみたいな、うん、すごい、なんか生活感ですね、ね、生活感がある、あのスパが別にあって、うん、で、その従業員のアパートじゃん、かもしれへんな、うん、だいぶ世紀末やな、うん、怖いね、
ほんならちょっと戻りますか。はい。うん。湯本と、うん、清少納言、うんうん。あの辺に戻って、あのどっちかを借りましょう。OK っす。OK。はい、というわけで戻ってきました。ここ、旅館清少納言、うん。今日はここに宿泊したいと思います。はい。ちょっとチェックインしましょうか。部屋行きますか、うん、今受付の人に聞いたけど、うん、この辺はご飯全部旅館で予約しないと。俺ら素泊まりからして受付本番の人たちからしたらアウトやな。いやほんまに。ただ調べたら車でちょっと走ったらコンビニは1軒だけあったな。あるですね、うん、コンビニパーティーと行きますか。そうしましょう。で部屋で食うか、うん、温泉キッチンし入って、うん、温泉の感想そこで言います。はい。じゃちょっと部屋から行ってみたいと思います。やりごここで言うんだお、ちっちゃいな、ここで。なわけないやん。テントよりちっちゃいで。清少納言、はい、オープン。おお。また足元近いわ、初夜みたいになってる。同じほんまに。おー、でもいいやん、いいやん。いいやん。いいやんな、まあ、綺麗な感じやな。うん。うん。こんなんもう、早速、温泉と行きますか。行きましょう。うん、なあ、まあまあ、温泉街ですからね、うん、温泉がメインやから、ちょっと温泉入ってくるわ、一回。はい。はい、というわけでお風呂入ってきて、はい、でコンビニでちょっとお酒買ってご飯も買ってきて、うん、乾杯しましょう。お疲れー、乾杯。あ、温泉入った後が染みるな、うん、ま、気持ちいい。めちゃくちゃで温泉のことやねんけど、うん、ここ榊原温泉旅館清少納言やねんけど、温泉自体は結構小さかった、うん、銭湯よりちっちゃいんかぐらいのやつ、うん、この辺ほんまに旅館もう2軒ぐらいしかない、うん、それ以外あのご飯食べる施設ないです、うん、居酒屋も何もなかったです。だから今回のご飯発表します。まあコンビニでこっから車で5分ぐらいのところにあったから、うん、僕が買ったのはこれです。はい、どん兵衛です。なんでどん兵衛なん。こんなはるばる来てもっといいのあったでしょ。じゃあ何なん。いやもう一平ちゃん前やんけ2人してやんけじゃあまあ楽しもう、うん、なんか雰囲気がいいよな、うん、やっぱりうまいよここで食うカップ麺は。でもいつでも食えるって言うてくると思うんだけど、うん、俺カップ麺普段食えへんから、うん、いただきます。確かに。うまごちそうです。はい、どうもありがとう。楽しかった。こちらこそです。楽しかった。マジ楽しかったなって、ね、うん、いっぱい語ったな。バリ語ったほんまやばい。明日からも楽しい人生にしよう。おやすみなさい。